ついにレッスンもおしまいだな。最初はどうなることかと思ったけど、うまくいってよかったぜ。お嬢様ってのもなかなかやるもんだな。ああ、剣なんか持ったこともねえお嬢さんばかりだったけど、最後までよくやりきったよ。私もレッスンに熱が入っちまったぜ。ああ、手加減してたとはいえ、見事にやられちまったよ。すごい一撃だったぜ。いつか本気でやり合ってみたいもんだな。そう簡単なもんでもねえよ。でも今回学んだことで、この先それぞれの大事なものを守れるようになってくれれば、教えた甲斐もあるってものさ。いやー、魔物の姫、あれだけ強くてその上恋する乙女とはな。魔物にもいろんな奴がいるもんだな。もちろんだ。今回は遅れを取ったが、次はこうはいかねえぞ。今度は面倒な事情とかなしに思いっきりやり合いたいぜ。そうだな。人間と魔物じゃいろいろ難しいとこはあるだろうけど、あの二人ならきっと大丈夫だろうよ。しかし、うまくいったあの二人を想像してたら、なんだか私も羨ましく、なんでもねえよ。いいけど、気軽に行けるとこじゃないのが難点だよな。いや待てよ、うまくいきゃ今度はお屋敷で会えるかもな。いくら貴族のお屋敷での仕事だからって、なんでこんなひらひらのドレスなんだよ。恥ずかしいじゃねえか。そうか、お前にそう言ってもらえるとなんだか安心するぜ。よし、今さらグダグダ言ってても仕方ねえ。どんな格好だろうと、私は私の役目を全うするぜ。ああ、そこに関しては全く異論はねえな。本当にすげえよ、あの姫さんは。でもな、なんでドレスなんだよ。ここぞとばかりに趣味を出してくれちまったな、ったく。お前はすぐそういうことを。でも、お前はお世辞を言うようなやつじゃねえんだよな。一応礼は言っとく。ありがとうよ。姫さんのレッスン、こっそり見てたけど、なんというか独特だよな。さすがというか、なんというか。おお、ちゃんとできてるな。大したもんだよ。あんな不思議な教え方でもみんなできるようになってるんだから、やっぱりあの姫さんはただものじゃないな。何言ってんだ、私も講師として来てるんだっての。でもまあ、その歩行術はちょっと気になるな。戦闘に応用できるかもしれねえし、後でちょっと教えてくれよな。おいおい、もうレッスンは終わってるぞ。え、癖になった。所作のレッスンしただけでマホマホさせちまうとは、姫さん恐るべしだな。あのリマって子、見た目は可愛いお嬢さんなのに、なんか他の子たちとは違うんだよな。一体何者なんだ。いや、
それは見てればよくわかるけどさ。まあ、いちいち言葉にしなくても、あの子はすごい。それで十分だな。細かいことは気にしなくていいな。え、働き者？お嬢様なのにか？でもそれなら、あの体力や身体能力の高さも納得がいくな。苦労してんだな、あの子。舞踏会、出れるといいな。何か事情を知ってるみたいだな。安心しな。本人が黙ってることを根掘り葉掘り聞くような趣味はねえよ。舞踏会ね、お嬢様方にとっては憧れの舞台なんだろうけど、私の柄じゃねえな。こういうのは苦手だぜ。なんだ、お前まで舞踏会に興味あんのかよ。え、私と踊ってみたいだっけ？仕方ねえな。考えといてやるよ。何言ってんだよ。私なんかが舞踏会なんて、そんな。って、こんなドレス着てたんじゃ説得力ねえな。ああ、力と力のぶつかり合い、血湧き肉踊るよな。まあ、ここの貴族様はそういうの好きじゃなさそうだし、代わりに仕事の方で思い切りやらせてもらうとすっかな。これで任務完了だ。いろいろあったけど、やれることはやったかな。お前もご苦労さん。町に戻ったらしっかり休めよ。いや、お前かなり危なかったじゃねえか。まあ、お前のそうやって苦しかったことも楽しめちまうとこ、私も見習いたいもんだな。おう、その呼ばれ方もこれで最後だな。ん？私のレッスンが良かったって？そんじゃ、機会があればまたやってやるか。誠先生よな。何残念そうな顔してんだよ。そんなに言うなら、お前にだけこっそり着て見せてやるよ。ただし、姫さんには内緒だぞ。新しいドレス作られちまうからな。